めっちゃ。ぽい。ぽい、めっちゃぽい。待って。やだ、固まった。俺がセリフやん。なんか違ってて。超ディズニー。超嫌い、僕たちが。超ズーラー。車の中からお送りしてます、今回は。ディズニーに二人で行ってたら、キダイはどんな反応をするのかドッキリ。怖いね、怖い。キダイくんは今もう撮影と知らされて待機してるんですけど、入り時間に僕たちが来ないでディズニーに行ってるっていう。メンバーシップ用で通るから。あれ、じゃあみんな来ないの？最初来ない。あ、OK です。なんか12時ぐらいじゃない？僕ないめっちゃ。どうぞ。ぽい、めっちゃぽい。クソ匂わせやん。ちょっとまだ僕に戻ってきてない人いる。オッケーです。ユンタと俺は会ったりとか、帰りみんなで帰ったりとかあるんですけど、姉ちゃんプライベートでみんなで会ったことないですよ。まだ二十歳とかならんとね、やっぱり3人の飲み会でタイではね。やばいっすね。楽しそう。めちゃくちゃいいな、なんか幸せ。今言ってる。ナウですよ。ナウ。ちょっと待って待って。一回こうやってやって、よし。ちょっと待ってください。ちょっと待って、俺のスケジュール確認するね。どうなんこれ。どうなんこれ。どうこれ。どうこれ。どうこれ。見てください、これどうもだって気がした。来たよ。え、付き合ってんの？いや、付き合ってはないと思うんですけど。あ、これ僕見せちゃいけなかったやつですかね、もしかしたら。まあ、黙っとくよ。もしそうだとしても黙っとくよ。出るかな。え、待ってください、電話かかってきたんですけど。あ、お疲れ、キダイくん。え、もしもし。何してんの？何してんの？え、今、向かっててさ、スタジオ。おうおうおう。そうそう、ミュート向かってんだけどさ。おう。え、そう、え、ディズニーやってるの？ディズニーやってるの？え、普通に、昨日行ってた。え、二人、何ですか？楽しかったね。ね、ほんと。スタッフさんに言ったりしてないよね。いやー、言ってない。うん。え、キダイさ、昨日何してたの？昨日？そうだとかとちょっとこう会ってたりとかしてたけど、行こうと思えば行けた、全然。行きたかった。行きたかった。
って俺がセリフやん。ハテナだよ。あ、行きたかった。どのくらい行きたかった。え、もうなんつうの、なんかもう俺のボルテージが遡ってるくらい行きたい。まあちょっと早く来なさい一回ちょっと。じゃあそっからちょっとお話。お話出ました。理由はちょっと煽りとかじゃなくてさ、てか素朴な疑問で、普通になんか時代的に2人で行ってたらなんか、どうなのかな。いやそれはちょっとやってるよ、おこよおこ。じゃあさ、え？誰？見えた俺。マジ？わ、いいよ。本当？え、ディズニー？いやそうなんですよ、呼んでくれればもう僕も成仏できたのに。正直呼ばれなくてどう、悲しいよ。悲しいです。どの感情でも、いやでも二人がもし付き合ってで行ったなら僕逆に行かなくてよかったなと思います。付き合ってないで行ったなら僕も呼んでよみたいな。やってたら気まずいだけだ。うん、そうなんですよ。僕もどうするんですか。ミッキーと手つなぐしかないですよ。いや、せめてミニーちゃん。そうなる。おお、椅子いいよ。あ、待って、椅子ないで。はい、待って、なんでそれつけてきたの。あげる。やっと。え、ガチじゃん。そう、やばくない。あの違う、びっくりすぎて。というわけで、ディズニー行ってた。ドッキリした。イエーイ。倒された。どういうことマジでと思って。イエーイ。ハート。受け取って。なんかディズニーっぽいし。こっちだね。あ、似合う。本当に。可愛いじゃん。I'm a bitch.